歌手の中森明菜さんもこの曲に感動し歌っています。涙が出てきたんですね。言葉がわからないのに、なんかこう気持ちだけがこうスッと入ってくるような感じがあって、懐かしいんだけれどもすごくこう繊細で新しい感じがあって、ですごくこう胸がキュンとして、なんかこうポカポカっていうんじゃなくて、こうすごくこう熱くなるような感じがあって、本当にチュワッと涙が出てきて、なんていい曲なんだろうって思ったのが最初の印象ですね。私が歌うことでこの素晴らしいイメージが少しでも悪くなったらどうしようっていうのと同時に、絶対にいい曲だから歌いたい、自分のものにしたいっていうのと半々ですよね。Yeah.
て二度と割り勘を探せるように深く埋めるから朽ちるまで思い出ずらせて最後の涙をあげましょう二度と咲かない